次に解体現場、建物解体の現場において、の問題について伺いたいと思います。この建物解体の現場において法令違反が横行しており、その周辺住民の方々の不安の声が大きかったり、また法令違反の横行により真面目な業者が、淘汰されている可能性について取り上げたいと思います。以前の委員会でも使用した問題ある解体現場の写真を今回も配布資料として用意しました。これ品川区の事例ですが、少なくとも2つの問題を前回指摘しました。建物解体は上から順番に人の手で少しずつ進めていくものでありますが、ここでは重機を入れて強引に破壊しております。これは民地解体ということと、民地解体として、建設リサイクル法では今では法令違反になり得るものだと思います。また解体現場では解体する建物の周りを硬いパネルで覆う必要があるわけですが、ここでは薄いシートが設置しているだけです。各種法令に違反していることが容易に想像されるこの現場では、品川区が許可取り消しをしたと認識をしております。このような法令違反の現場が最近 SNS では数多く報告されております。解体現場での違反に関して思いつくところを挙げていますと、無届け工事、違法工事、不法投棄、不法滞在者労働、化石採車両運行などを行う業者の問題指摘があります。おそらく他の法令違反もあると思います。法令を遵守している業者が不利な状況がですね、このまま放置されて、真面目な業者が淘汰されるようなことがあってはいけないと思います。そこで政府に伺います。このような解体現場における各種問題への政府の問題意識、そして政府による業界調査の必要性、この2点について政府の見解を伺いします。石橋国土交通大臣政務官。ご指摘の解体工事の施工でありますけれども、労働安全衛生法や振動規制法、廃棄物処理法等々の関係法令を遵守して、公衆、近隣住民に危害や迷惑が及ばないように施工することが大前提、必要であるというふうに認識をしております。仮に法令に違反して解体工事が行われた場合には、関係法令に基づきまして、当該制度を所管する府省や地方自治体から厳正な対処がなされるものであるというふうに認識をしているところであります。4月25日の総務委員会において、ご質問いただいた件でありますけれども、品川区のビル解体工事では、まず労働基準監督署が労働安全衛生法に基づく是正指導を行い、これを受け、埼玉県が元請け事業者の責任について、元請け事業者が埼玉県の業者ということでありますけれども、元請け事業者に対しまして、建設業法に基づく文書指導を行っているというふうに認識をしています。関係法令の違反につきましては、まずは当該制度を所管する府省などが必要な調査、事実確認、指導監督を行い、これを受ける形で建設業許可部局が必要に応じて他法令違反として指導監督を行っていくということになるというふうに思っております。はい、ありがとうございます。事前のレクでですね、これ国土交通省だけじゃなくいろんな省庁にまたがることで非常に難しいとも聞いております。縦割り行政の下では難しい課題であると思いますが、ただですね、能登半島地震でも解体業者が足りないという問題もありましたし、今後の地震においてもですね、さらに需要が増すことが、予想されます。やっぱりその時にですね、適切な業者がやはり多くあるべきだと思いますし、このようなですね、不良業者がですね、ばっこするようなことがあってはいけないと思いますので、これ放置するとですね、一般国民が物理的な事故に巻き込まれたりですね、あとはアスベスト暴露などの問題もあると思います。私も多くの相談を受けるものとして努力はしたいと思いますが、政府与党におかれましてもぜひご対応いただきたいと思います。NHK をぶっ壊す。